さあ解説していきましょう。どんな問題なのか。実はこれ中学校2年生でも行けちゃうわけなんですね。まあ、ぶっちゃけ小学生でもいけるのかなと思います。まあ、大学入試、京都大学の問題ではあるんですけど、一応原文のままというかですね、ご紹介しておくと、三角形 ABC と三角形 A'B'C' があって、まあ、こういう条件があったときに、その2つの三角形って合同って言える言えねえどっちだっ,つって言えるわけですね。えどんな三角形なのかってちょっと書いておくと、 あんまりちょっとでか書きすぎるとここに入らなくなっちゃうので、えー、こんな感じでですね三角形というやつ2個用意しましょうかえー、っとズンズンで ABC っていうやつと A'B'C' っていうのがありましたさあどういう条件になってるのかっていうと AB=A'B' イコール A B なわけだから。 ここの長さとここの長さが等しい、BC イコール B ダッシュ C ダッシュだからここの長さが等しい、そして角 A イコール角 A なわけですからここの角度が等しいっていうこういう状況なわけですね。さあこの時この2つって合同って言えます？言えません。どっちっていうふうな話をしていてもし言えるんだったら証明してねと言えないんだったら反例を教えてと要はこれだこの条件満たしているのに合同じゃない三角形持ってこいやここにやろうっていうふうなこと言ってるわけですね。さあ皆さん。 さんお分かりになりましたでしょうか。実はこれね、中学校2年生だったならばパッと答えられるわけですよね。えー、中学校2年生以上であればね。えー、なぜならばこれちょ、えー、三角形の合同条件ってやつがあって、その合同条件を残念ながら満たしていませんよね。いいですか。正しくはもしこうなっていればよかったんだよね。この長さとこの長さ等しいここの角度、この長さとこの長さ等しい、ここの間の角度が等しければ、2辺の長さとその間の角がそれぞれ等しいので合同だっていうふうに言えるわけですよね。まあ、2辺強角相当でもいいわけですよ。 か。なんだけどこれ残念ながらここの角度とここの角度が等しいからといって残念ながらね合同とは言えないわけですよ。でもそれ反例を述べてくださいって言ってるわけですね。さどんな図を書けばこれ反例になりますか。どんな図描けばいいですか。どんな図描けばいいですか。要はさこの角度キープこの角度キープしたままで BC の長さも変えない状態で変えない状態で他の図形作れるかって話なわけね。作れちゃうんです。作れちゃう。こうすればいいんです。 B'C' すかね。これ変えないでこのままこうやってこっちにこっちにこっちにこうやってねこの点を中心とするこういう円を書いてあげれば分かると思うんだけど同じ長さのものをもう一個ここに作ることができるでしょ。要は二等辺三角形作れるでしょ。ここに C' を持ってきて A'B'C' っていうふうに作ればこれ AB と A'B' 等しいでしょ。 BC B'C' と B C 等しいですすよよね。ね。角度も等しくなってますよ、ね、ほらほらほらということで結局のところこの2つって合同とは言えないですね毎回毎回合同とは言えないわけですよねなのでまあ判例としてはこういう図っていうのを考えてしまえば済むわけですよいいですか、まあ、具体的にね長さを与えていただいてもいいのかなと思いますねはい、えー、なのでまあこういうふうな問題を考えていくとまあ 高校生になるとです、ね、ああだからああいう問題がああなるのかっていうのも言,言,言えるというか思い浮かぶわけであって、まあ、例えばこういう問題あると思うんだよねここの長さここの長さここの角度が与えられてる時にここの長さ求めなさいっていうふうな問題があってさ予言定理ってやつを使って解くと答えが2通り出てきたりとかするわけですよ。 そういう問題もあったりとかするわけさ、それで何だったのかというと、結局は二種類ね、三角形を作ることができたので。そういうふうになってたんだよって話なわけですね。はい。まあ、結構ね、ベーシックなお話で、図さえ書くことができれば、小学生でも理解できちゃう、中学生でも理解できちゃう問題だったので。まわ、あ、りかしね、あの、簡単な問題なのかなと思います。まあ、こういったものがね、大学入試っていう、まあ、難しいね、こう入試問題の中でも問われるわけなので。まあ、もしね、これをご覧いただいている小学生、中学生の皆さんは、今やってる内容っていうのをきっちりとね。あの、理解していくことが、後々の。 学習に必ずつながっていきますので今の勉強をおろそかにせずにですねコツコツと頑張っていってほしいなと思います。